めて1号艇が2連隊を外したこともあってか、2連複2連単3連単はトリプル満州点決着で、3連単は6枚に近いビッグ配当での決着となっていました。開催2日目の G1 浜名湖賞解説69周年記念、対戦カード終盤カード残すのみ攻める9レースの予選カードを迎えています。対戦メンバー1号艇服部幸男、2号艇田中和也、3号艇持定浩二、4号艇坂口恵、5号艇桐生純平、6号艇永井源です。コース争いに動きありますね。1コースには1号艇地元の服部幸男が向かいます。ここまではまさかの6着2本、回ってきた絶好枠から悪い流れ断ち切っていきたい一戦です。2コース2号艇田中、昨日後半に出て白星があります。センター3コース3号艇持定、4コース4号艇坂口恵は今日ここ1回走り、アウトの5コース2号艇桐生、再アウト6コース6号艇永井源、今日ここ1回走りで、ここはピストン2個とピストンリング1本の交換があります。さあでは4コース4号艇坂口枠なりの3対3の進入スタイル、もちろん1号艇服部幸男のインサーが人気の中心です。進入内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。4コース角4号艇坂口めぐるが好スタート、好ダッシュ、そのまま絞っていく。3号艇森沙汰が少しもたついている状態で、坂口めぐるが好スタート、好ダッシュ、そのまま絞っていく。3号艇森沙汰が今日インから先前1号艇服部、まあ振り出しか4号艇坂口、このうちから2号艇田中、5号艇桐生、そのうち続いて6号艇永井、3号艇森貞は離れた最後方、なおスタートは正常でした。1周の2マーク、4号艇坂口めぐるがトップターン、さあ仕返し狙う1号艇服部ですが入れないか。3番手5号艇桐生、上位4番1番5番、4番手6号艇永井2マーク、今度は2号艇田中がもたつきましたが構想再開、最後方3号艇森貞変わらずレーサー2周目に入ります。2周の1マーク、先頭4号艇坂口めぐるから回っていく。1号艇服部幸男は2番手、3番手5号艇桐生純平、上位の体型4番1番5番、4艇審査4番手から6号艇永井、離れた5番手2号艇田中、最後方6番手3号艇森下で、これから2周の2マークです。2周2マーク、先頭で4号艇の坂口めぐる、2番手1号艇服部幸男、3番手5号艇桐生純平、打ちつく6号艇永井4番手、上位4番1番5番の順で各艇が時計前を通過して、これから最終周回の1マークに向かっていきます。4角から好ダッシュ乗せて絞っていって、1マークまくり出しが入る形、4号艇坂口めぐる最後のバックスレッジ、2番手1号艇服部、3番手5号艇桐生純平、上位の体型4番1番5番、4番手以降6号艇の場合2号艇田中、3号艇森下、3連単の415の組み合わせですが 99.9 倍となっています。今日ここ1回走りでした。4号艇坂口めぐるがどうやらシリーズ初勝利となりそう。2番手1号艇服部、3番手5号艇桐生純平、4番1番5番でゴール、1着4番坂口めぐるゴールイン、2着1番服部、3着5番桐生ゴールイン、後方6番長井、7番の田中、そしてラストで3番の森貞、2マーゴリ。Soms voel ik me slecht, dat je niet zo vaak meer echt praten wil.Dan mis ik de tijd dat ik kwaad op je kon zijn. Nu is het stil. Met het vallen van de nacht fluister ik nu zacht, hoor je mij misschien? Ik weet gewoon niet hoe. Bij alles wat ik doe, ik kan het niet hebben als het avond is. Oh, want 's avonds mis ik je.